ヤクミツルの秘宝館へようこそ。こちらのコーナーではね、いろいろ私の秘宝をご紹介しておりますが、このところびっくりいたしましたのは、先日の雨上がり決死隊の解散、蛍原さんの方から切り出したという話でございましたが、実は宮迫君がなってから蛍原さんの方を心配してたんですよね。実はね、宮迫はうまいことやっていくんだろうと、実際 YouTuber としてトップに躍り出ているような感じで、蛍ちゃんの方を心配してたんですが、ところがアメトーク見てますとね、蛍ちゃんピンでも十分にできるということを2年ぐらいで示しましたもんね。なのでご自身なりにも判断をされたんだと思うんでございますが、私も何度かご一緒させていただいたことはありまして、宮迫さんが MC をピンでなさった深夜番組がございましてね、テレビ東京系の深夜番組で B 級ニュースショーという番組が、何年前だ、ロンドンオリンピックの頃ですね、ありました。そこでずっとご一緒させていただいたりもしましてね、その頃いただいたお宝ございましたんで、今日探し出して私の短冊シリーズですね。短冊シリーズで宮迫さん当然ですね、キャッチフレーズ宮迫ですといただきましたね。宮迫さんって言ったら、ギャグというか自己紹介そのものがギャグになってましたのでね、これを頂戴しております。そして、当然表紙サインシリーズにもご両名にサインをいただいておりまして、ありましたですね。2001年ですね、いただいてるのね。ザイン。リューダ。リューダをよく抑えてますな、しよね、この表紙をね。お笑い雑誌じゃないんですね。お笑い雑誌、この頃は、マンスリー吉本という、吉本興業が出しているお笑い雑誌ありましたけれども、版が小さくてね、むしろこう、サイン映えがするのは、こういった就職情報誌ですね。当時よく私は表紙を抑えるために買っておりましたですね。もちろん私は職は持っておったんですけれども、毎週毎週コンビニに行ってはデューダですとかね、ガテンですとかね、買っておりましたね。もうこういうねツーショットが、見られなくなるというのは、このとこずっと見てはいなかったわけですけれども、ツーショット、ちょいと寂しいかなという気もいたしました。中にはね、号泣する芸人さんもいてですね、みんな思い出強かったんだなという思いがありますね。それだけに宮迫君がやってしまったことは、あまりにもつまらんことやってしまったなという感じがいたしますけれどもね。蛍原さんの短冊がないのは、ギャグがないから。そうですね、蛍さんなんかギャグありましたかね。コンビ芸人の片割れの方しか短冊を持っていないケースというのは、他にもございますね。例えば小島だよ。渡部さんの方は持ってないんですよね。まさかね、そんな多目的トイレとか書いてもらうわけにいかないですからね。とりあえず小島だよ押さえてあるんですけどね、マヨネーズ最強とかね、そういう短冊ならば今後もらえるチャンスがあるかもわかんないですね。あとはこちらは解散しちゃいましたね。こちらもね、ザブングルね、これはご署名は2つご両名入ってますけども、悔しいですという加藤さんの方だけですね。松尾さんはギャグありませんでしたのでね、こういうケースもございますね。はい、中にはここに問答を書いてもらうケースもありますね。例えば五両名完結編ではですね、もう今となっては実現しなくなってしまいましたね。武勇伝武勇伝と書いてくれたのはなるほどあっちゃんの方ですね。はいはいはい、であっちゃんかっこいいと藤森くんが書いてくださって、なるほど。あとは時を戻そう、シュウペイです。なるほど。1枚で完結してる。
まあ、これは一気に見せるのもったいないです、ね、はい、よくこの頃笑いで一発屋というカテゴリーでくくられた方が出てきて、はい、実はよっぽど面白かったりするというケースがたくさんありますけどね、そういったその往年フレーズあたり一発できるかもしれないですね。そうですね、一発屋シリーズちょっと今度ぜひ、うん、ありですね。今後じゃ予告です、今後一発屋シリーズ、一発ギャグで一世を風靡して、そして長らく活躍されている樋口かったこういうのもありますからね、後ほどまた小出しにしてまいりたいと思います。メンタリスト大吾くんがですね我々の目の前でユニットだったらこんなじゃなっちゃったというですね。というわけで今回は雨上がり消したい解散ということでね、お二方の貴重なツーショットサインなんぞをご紹介いたしました、また続々と出てまいりますのでね、一つよろしくお願いいたします。